皆さん、こんにちは。今、世の中を騒がせているジャニーズ事務所、タレントやテレビ局などに圧力をかけたり、忖度が横行していたりと、様々な問題が掘り起こされてきています。過去にはかつて大人気だったアイドル、小泉今日子さんも、ジャニーズの圧力をかけられたと言われています。今回は、小泉今日子さんの逮捕や、ジャニーズとの熱愛や、圧力について、ご紹介していきたいと思います。女優小泉今日子さんはデビュー40周年を2022年に迎えられています。1982年3月シングル私の16歳でアイドル歌手としてデビュー。キョンキョンの愛称で多くのファンを魅了し、既存のアイドル像を塗り替えました。私生活では1995年2月俳優永瀬正敏さんと結婚しましたが、2004年2月離婚に至ります。しかし2005年にある事件を起こしてしまいます。それはなんと新聞配達員を当て逃げし逮捕されるというものでした。そのまま逃走したとして書類送検され、起訴猶予処分になりました。配達員に怪我はなかったのですが、ぶつけられて倒れたバイクの一部が壊れたとのこと。警視庁は配達員が覚えていたナンバーの一部から小泉さんの車を割り出しました。調べでは小泉さんは当時ぶつけたという明確な認識はなかったため、そのまま帰宅し、取り調べに止まって確認すればよかったとの趣旨の話をしていたといいます。そんな不幸なことが矢先、ある芸能人との熱愛が報道されます。それはカトゥーンの亀梨和也さんです。2006年4月亀梨和也さんと小泉今日子さんの熱愛がスクープされます。当時は亀梨和也さんがカトゥーンとしてデビューしたばかり。ドラマ「極戦」への出演で大ブレイクし、のぶたをプロデュースの修二とあきらも大ヒットとなりました。そんな人気絶頂期に小泉今日子さんとの熱愛がスクープされてしまいます。世間をざわつかせたのはその年齢差で、当時20歳だった亀梨和也さんに対し小泉今日子さんは40歳でした。世間では芸能界の第一線で活躍していた小泉今日子さんとデビューして間もない男性アイドルは意外にも好印象と言われていました。フライデーによると、会員制のバーで出会い交際に発展したそうで、都内にある小泉今日子さんの高級マンションに亀梨和也さんが訪れる姿をキャッチされています。週の半分ほどは小泉今日子さんの家に通っていたそうで、すでに半同棲状態だったようです。小泉今日子さんが亀梨和也さんの夕食を作るため近所のスーパーで買い物をしている姿も目撃されています。その後も2人の交際は順調で、原宿デートなどたびたび一緒にいるとこが目撃され、さらにはパリに旅行に出かけ共通の知人の結婚式に出席したそうで、ラフシモンズのファッションショーも一緒に見たそうです。まるで婚前旅行のようだと言われました。しかし交際について本人たちのコメントはなく、ジャニーズ事務所も指定愛と当時否定しています。亀梨和也さんは大事な時期だったこともあり否定するしかなかったと思いますが、交際は間違いなかったと見られています。実際2人で武田鉄矢さんに付き合っている、結婚すると挨拶をしていたことも明らかになっています。亀梨和也さんは自分には役者の才能がないと20代で芸能界を引退し、ブティックを経営する人生設計まで立てていたとか、29歳までには結婚と小泉今日子さんとの結婚も真剣に考えていたようです。しかし亀梨さんが所属するジャニーズ事務所はスキャンダルご法度であり、2人を別れさせようと圧力をかけたと言われています。しかし、いくらジャニーズが業界に影響力があると言っても、かつてのスーパーアイドル、キョンキョンは、一筋縄ではいかなかったそうです。小泉さんは元ヤンキー説があるほど気が強いことでも知られており、ジャニーズ幹部と対マンで話し合いする事態にまで発展したといいます。しかし結局は交際発覚から2年後の08年、小泉さんが周囲の知人に別れたと漏らしたとし、一斉にマスコミが破局を報じました。お互い仕事が多忙を極め、すれ違いが生じてしまい破局につながったと言われました。また武田鉄矢さんは破局の原因についても触れ、
亀梨が小泉さんからもっと頼られたい、甘えられたいと考えているのに対し、小泉さんは大人の女性として亀梨さんに向き合っていたという感情のすれ違いだったと明かしています。その後は友人の関係に戻り、別々の人生を歩んでいたと思われた2人。しかしこの別れは2人の熱意に折れたジャニーズ事務所が、付き合うなら絶対にバレないようにと言い含ませて偽装破局させたとの見方が浮上しました。確かに亀梨和也さんが引退と結婚を考えるほど続婚であったのに、事務所が反対したからといって簡単に思いが消えるはずがありません。表面上は別れたということにしながら交際を続けていたとしても全く不思議はなく、実際2人は破局報道を肯定も否定もせず、いつの間にか破局したことが定説になっていました。09年にはブラジル料理店で密会していたとの情報がスポーツ紙に掲載されており、トヨタの自動車販売店に一緒に現れプリウスを試乗していったとの目撃情報も流れました。大手マスコミはジャニーズ事務所が異常に神経質になるためジャニーズの逆鱗に触れることを恐れて、亀梨さんと小泉さんの熱愛に関して執拗に触れずにいたそうです。ここでもジャニーズ事務所への忖度が見られます。亀梨和也さんはその後2015年に深田恭子さんとの熱愛がスクープされるまで浮いた話はありませんでした。同じく2015年2月に小泉恭子さんも週刊誌に報道され、2018年1月に小泉恭子さんと豊原浩介さんは双方ともに恋愛関係だと認め話題になりました。さらに豊原浩介さんはその時妻子持ちでもあり不倫関係でした。2020年に豊原浩介さんは一般女性と離婚しましたが、どうやら小泉恭子さんと豊原浩介さんは2023年現在結婚はしていないようです。関係者がすでに事実婚のような状態だが、まだ籍は入れていない、二人ともいい年だからこのままの関係を維持するつもりだろうと語っています。また小泉恭子さんが結婚しない理由はイメージダウンを気にしていると言われています。小泉恭子さんと豊原浩介さんはパートナー関係ではありますが、世間が気にすることはやはり不倫関係ということ、相手の家庭環境を変えてしまい男性を奪ったということで、世間からのイメージダウンは大きな影響を与えていたと考えられます。芸能人は世間からのイメージで大きく左右されがちなので、イメージダウンの影響を考えると結婚することは難しいと思うかもしれません。最近はテレビや映画などで姿を見ることはほとんどなく、豊原さんとの不倫宣言が原因なのかと思いきや、芸能記者はコロナ禍になると小泉は SNS で政治的発言を連発し始めた、一時期共産党からの出馬もささやかれていたほどで、テレビなどでは使いにくい存在になってしまったんですと言われています。華やかな世界である芸能界だからこそ世間の声もいろいろありますが、頑張っていってほしいですね。現在ジャニーズ事務所での数々の横行が問題となっていますが、過去に小泉恭子さんがジャニーズ事務所に圧力をかけられたような黒い部分が少しでもなくなるような体制作りに期待していきたいですね。いかがでしたか？今回は小泉恭子さんの逮捕、ジャニーズとの熱愛や圧力についてご紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。